どうも、陽次郎です。はい、今回はですね、このタイトルです。助けてくださいいきなりでかい声を出すなっていう感じですけども、助けてください、お願いしますはい、急なテンションの上げ方をすると、かなり悪いんですけども、助けてくださいごめんなさい、皆様、こうやってね、僕毎日動画上げてるんですけども、ネタがですね、本当に尽きてきたんですよなのでですね、前も、お願いしますって言ったんですけども、もう一回やらせてください。私陽次郎になんか喋ってほしい、話題がありましたら、っていうかマジでコメントよろしくお願いいたします。はい、これこと話してください陽次郎さんみたいな、このこと話題にしてくださいっていうのを、ちょっと話題提供を呼びかけたいなと思います。はい、そしてついでにチャンネル登録もしてくださいお願いいたします。本当にね、欲まみれだな、なんか言っててね、思いますけど、すいません、マジで助けてくださいお願いしますはい、でもこのサムでもう一回見せますけどもね、この間抜けなフォント、本当に助けてほしいと思ってるんですけども、ちょっと間抜けにしてみました。はい、でも本当に喋る内容というか、それはね、尽きてきてるんで、どうか、お願いいたします。人助けをすると思って、ちょっとポチポチっと何か書いてくださいませんか本当にお願いいたします。はい、でまだね2分ということでね、もうちょっと喋ろうかなと思うんですけども、七虹とは今日は全然関係ない話題を話します。ちょっと、はい、今日ですね、アイコン見てもらえば分かるんですけども、アイコン変えました。はい、私、はい、でですね、まあボツになったものをね、何個か紹介していこうかなと思うんですね。まずこちら青髪ですね。はい、これ全部スノーで撮りました。はい、青髪と、こちら、赤髪ですね。はい、うん、これどうでしょうか、これでもいいかなと思ったんですけども、うん、なんかこういう YouTuber さんいましたよね。なんか青と、赤のね髪の方とかいまして、あとは目が3つということでね、はい、こういうものを、取りましたね。はい、あとはそんな感じかな。で、採用になったのはこれです。ほとんどなんか家みたいな感じになりましたね。家です。自分でもね、こういうやっててね、これ家だなと思って、なんか昔なんか白黒の家をなんかその横浜のばあちゃん家で見たなみたいな、そういう似てるなと思いましたね。これ死んだんじゃないかと思ったんですけどはい、これから、やっていきます。はい、とりあえずサングラスを外した陽次郎でございます。はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、あとは本当にちょっと話題提供をお願いいたします。本当に人助けやと思って、ここはどうかどうかよろしくお願いいたします。はい、お願いします、助けてくださいお願いしますということでね、今日の動画締めたいと思います。今日グダグダだな、2本ともね、テンション高くお願いしますって言われたんで、こんな感じに今日2本ともやってみました。はい、どうでしょうか。まあ動画の内容の感想でもいいのでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、チャンネル登録高評価、バットボタンで何かしらボタンを押してくれたら嬉しいです。あとね、コメントも、よろしくお願いいたします。